ハーモニクスアジャスターセットアップ、ヒーリングコネクタ8番まで接続、 EEG 同調率、セルフモニタリング開始。ロブ、そっちにもデータを送るぜ。ああ、特に乱れはない。長旅の疲れは出ていないようだ。そりゃまあ、自分で操縦してコロラドまで来たわけじゃねえからな。向こうだってそうなんだろう。アサルト1よりオペラ単語へ。起動完了。各部異常なし。ユーセ、イーゼの準備が整った。機体を起こせ。お。よし、いい感じだ。ロブ、関節の最大稼働範囲は前の時の 0.7% 減でいくぜ。いいのそれ。ああ、ここで変な癖をつけちまったらあいつに悪いからな。ではこれよりアートワンとアルトアイゼンリーゼによる RCM テストおよび特定条件下におけるモーションパターンデータの取得を行う。とはいえそれだけじゃ忙しいお前さんたちをわざわざこんなところに呼びつけた意味がないからな。流星、京介、二人で2ラウンドマッチをやってみよう。え？リーゼと勝負しろってのか。端的に言えばそうだ。 SRX 計画と ATX 計画の最新鋭機、そのどちらが上か言い争ってるラボのメンバーも多くね。それで白黒つけろ。ああ、乗るかい？へ、面白い。乗ったぜ。こちらも異存がない。決まりだな。第1ラウンドはターゲットデストラクション。制限時間内にターゲットを全機撃墜した方が勝ち。ただし目的はあくまでも RCM テストとモーションデータのサンプリングだからな。攻撃方法はこちらから指示させてもらう。そいつがルールってわけ。オッケー、こちらも了解した。ではラウンド1スタートだ。よっしゃ、行くぜ。アート1。流星、こちらの指示通りに行動するんだぞ。分かってるって。ではステージ1の攻撃方法を指示する。レーダーを見てターゲットがいる方向へ移動。近接攻撃で撃破しよう。飛び道具は禁じてってことだ。よし、フィニッシュ。遅いんだよ。俺はここだぜ。当たるか。まだまだ、この程度かよ。アートワン、突撃。俺はここだぜ。よっしゃ、よっしゃ、電気落としたぜ。その調子だ。次はステージ2。レーダーを見て新たなターゲットがいる方向へ移動。射撃で撃破しよう。今度は飛び道具オンリーだな。わかったぜ。そこだ、ほら。流星、隣接攻撃じゃなく射撃でターゲットを撃破しよう。もらった。行け、来やがれ。もらった。行け、そこだ。もらった。行け、遅いんだよ。俺はここだぜ。ステージ2はもらった。アサルト1先行する。一本取られちまったか。攻撃は京介の方が正確のようだな。次はステージ3。ハートウィングへ変形しターゲットを撃破しよう。了解、今度はいただくぜ。
けやがれ。ステージ3は俺の勝ちだな。これでラウンド1は終了だ。引き続きラウンド2へ移行する。2人とも模擬弾に完走しろ。ラウンド2は1対1の模擬戦。相手にレベル5までの仮想ダメージを与えた方が勝ちだ。なお攻撃方法に制限はない。リーゼとガチンコ勝負だ。望むところだぜ。久々の対決だ。遠慮なくやらせてもらう。よし、ラウンド2スタートだ。もらった。勝負だ。京介注意。来い、流星。当たってはやれん。当たるか。当たったか。遅いんだよ。さすがの手応えだな。しかし、そんなものを。そんなものか。行け、フィニッシュ。遅いんだよ。行けやがれ。ダメージの割には揺れるな。ほら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 、その程度かよ。この距離、腕向きだ。仮想ダメージレベル2。ダメージの割には揺れるな。本気を見せてやるぜ。当たるか。ほら、思ったより早い。まだまだ、ここからだ。遅いんだよ。当たってはやれん。もらった。この威力、ほら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 、この距離、俺向きだ。フィニッシュ。行け、遅いんだよ。行けやがれ。俺はここだぜ。とどめ。やるな。もらった。思ったより早い。行け。これくらい平気だぜ。仮想ダメージレベル3。ほら、さすがにもらいすぎか。チェ、追い込まれたか。まだまだ、その程度かよ。持たせろアルト。仮想ダメージレベル4。こいつで決めてやる。 E リンクブレードナッコー。そこまで。リーゼの仮想ダメージがレベル5に達した。今回は流星の勝ちだな。さすがだな流星。いや、まあアート1の性能のおかげさ。飛び道具が禁じ手だったら危なかったぜ。いつぞやと同じくいい勝負だった。二人ともご苦労さん。おかげでいいデータが取れたよ。今日はこれで終わりか、ロブ。ああ、すまんがテスラ犬まで機体を持って行ってくれ。すぐにメンテを行う。了解。うん、どうした。なんだこの感じ。どうした。テスト上上空に重力心反応あり。なんだって。ES ウェブ感知、次元測定値反転マイナスを示しています。空間転移現象か。
ですが、エアロゲイター、インスペクター、シャドウミラー、そのいずれともパターンが違います。もしやアインスト、いやソーディアムか。何言ってんだあいつら。もうわっ、これは流星、京介、逃げろ。吸い込まれる。うわー、